Thank you.
そうで、秋井君に送りますから、じゃあ。そうですね。秋井君に送って、あと秋井君が総理の自宅であるのもやっぱり。そう、段取りします。これは、はい、松山の一の蔵です。あと、これもあの、古川で被災したんですけど、白楽星ですね。そう、超有名なお酒です。これはね、はい、はい、これはもう。社長も、社長も、何でも、
小さく出してもらいます。ああ、そうですか。これ、あの前の写真はこれです。あ、これね。こういうのも、こういうのも、こっちが、ね、かわいい、ちょっと、かんぼこ、はここ、はい、やっぱりこれでね、これは絶対絶品でございます。絶品、はい、絶品、絶品、じゃあ、ね、熊本だから、かんぼこのサインですよ。カメラ急げ、カメラ。はい、歯応えがいいね、これはあの山口の宇部の薄ですか、うん、石臼ですか。あ、石臼だね、柳屋さんのね、山口の機械ですか。柳屋さん喜ぶね。よろしくおっしゃってましたよ。あ、そうですか、こちらにもたまに会えますよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと高いかな、はい。この辺がですね、お米なんですが、うん、いろんな人、今のですね、あとはですね、この頃ですね、こういうあの三陸のメーカー品で作りました、アフリカだと、ホヤとかホタテとか、どこに行くの、ホヤムカモコラとか、あとこれもおすすめです。はい、総理お買い上げでございます。はい、はい、さっきのお金払います。はい、はい、はい、あのフック持ってきていただきましたね。あ、どうぞどうぞ。あの時ね、奥さんと一緒にお昼ご、うん、あのご一緒いたしました。ああ、そうですか。あと約束したもんだ。そうだね。持ってくよって、ね。あの今度あの届く時は総理大臣になってねって。あのお帰りなさい安倍総理っていうあの看板覚えてますか。あ、覚えてますよ。こちらになります。はい、はい。1568円になります。はい。4500ですね。はい。あと4500円。はい。そうです、あの前の仮設の時ですね。で、3年前の7月ご案内。ここに5分滞在なさってましてね。そうです。すごいね。ね。光栄な役をお手伝いました。お疲れ様でした。大丈夫、お休みいいですよね。そうですね。これあとうちの社員と一緒に写真撮ってもらっていいですか。店の前で撮る。じゃあ店の前、はい、お店の前でね。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあちょっと写真撮りましょう。はい、ね、店の前がいいね。はい、じゃあ私はこのあれを買ったところね。はい。こう、こう、なんかこう、あれですか。そうそう、ここは包丁亭なんですか、バス亭なんですけど、で後ろの土は全部取りました。後ろの土はあれ今仮置きしておいてあるの、あ、土をね、ずっとこういう手間かけて、こういうのが増えてる、こういうのが増えてる、こういうのが増えてる、この後ろの方に2つの土山を作って、まあ、膝を作って、
あ、わかった。
知らなかった。あの人も彼も結構いいことやってたな。まあそう。これはちょっと。
メーター。内側に高森と道路を整備して2線程で L1 レベルを払えようということで、その間に挟まれたところはやはり北重地域ですので、そこはあの上の記念公園地として3月19日に行きました。この地域ですね、この、あのお墓がありますけど、この地域門脇地域という地域なんです。この地域もですね、1262ほど住んでいた地域ですが、まあ、全て家屋を破壊したものですから、今、化学製品事業で整備しています。お墓は確かに、もう一回、整備されていた。いや、お墓は整備してません。ただ、墓石倒れてましたけども、あのボランティアの方々とか入ってですね、皆さん、直しあれは復興公営住宅、はい、西の復興公営住宅、ここは90棟、90の世帯が入っているんですが、向こう側に東の地域あの復興公営住宅61棟、合わせて151棟の公営住宅。この地域、1260人あったんですけども、今計画人口はですね、1070人ですから若干減りますけれども、かなり減りますね、はい、約400近くをですね、今、すべて地権者の方にお返ししましたので、これから建設が、住宅の建設が発生します。あれどうだじゃあ、もう、はい、区画整理事業が進んだところから、家が建つ。そこが津波火災で被害を受けた門脇小学校、はい、これは震災遺構として残しています。これはね、はい、今残し方についてですね、震災遺構委員会で市民の方々との議論を進めています。あれは震災前からありました。清涼大橋という橋なんです。はい、で石巻では北上川を挟んで、西側が、まあ、向こうにありますけどね、日本製紙を始めているアルプ木材工業が立地している場所です。で、東側が水産、魚市場があって、その背後に水産加工団地、210社ほどありましたけど、まだまだ、現在、立ち上げているのは7割ベースになっています。どうも。
どうも。はい。少々。はいはいはい。こちらの美術地区でございますけれども、震災前このような美しい地区だったんですが、10メートル50の津波が入りまして、4700人のコミュニティだったところで517人が亡くなった一番の被災地であります。町ぐるみ移転する必要がありまして、奥給料を切り開き、400世帯以上の学校を進めます。今、学校がこちらでございます。最後の森とともに森の学校として、オール木造で整備した学校でございまして、こういった舞台を無垢にしまして、木本材を活用した特殊な設計で、総力を上げて作っていただきました。このまま、名前も宮の森小学校で、だから温かに飼っていて、非常に素晴らしい学校と、森の学校だね。今日ぜひ中をご覧いただきたいということで、今校長先生がご案内校長先生、お願いします。これこのままでいいの？はい、どうぞ。はい、大臣ね、これ、すごいですから。ほら、そうそう、大臣が、広めるんだけど、これは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 、今、借景になってましたよ。すごいね。はい、素晴らしい結果で。素晴らしいよ、これ。ね。次もこれ、結構借景だけど、ずっと。ね。ね。景色もいいね。ずっと思わず景色に認めちゃうところ。最近新宿が出てきたので、景色に変わってきました。健康にも運動がいいというのは、あ、そう。はい。本当によく。まさに。森に入れるといいね。子供たちの人気ベスト3に入ったどこ？あ、あの図書館の方がいい。こんにちは、皆さん、こんにちは。すごい人。すごい人。あれ、見てた？見てた？あ、ちょうだい。このテレビで見てる。見た？みんな何やってるの？こんにちは。こっちに注目。はい、こっちください。
ドロドロだ。チリが。ああ、まだ入ってなかったね。入りました。照れますよ。そう。Thank you.
が来るとは思えないんですよね。最初にですね、図面の方で説明させていただいてから、はい、まずチーム全体作りの全体像なんですけれども、まず第一次防御ライン、河川堤防、これ海岸と河川堤防ですね。今、私が見えますけれども、はい、水深 7.2 メートルということで、あれ元についてはもうほぼ完了しております。また内陸部、すみません、図面の方ですみません、ね、内陸部の方に高森戸によります5メートルの道路整備ということで、こちらの方がですね、昨年の7月から用紙開始になります。できるところから進めているという形で、こちらの多重防御という考え方で、上が名取川で、こちらが海ですね。はい、これが津波が止まった東部道路、はい、この形で、こちらが仙台空港。地図にはないんですけれども、海側から内陸部に向かって、4本の避難道路を整備するという形で、町づくりを進めております。また全体の事業費なんですが、売り上げのこの西地区と、それからこちらは引っ越し費エリアになりますけど、東地区ですけど、西地区については266億、東地区については180億ということで整備しています。こちらが西地区、こちらが東地区が、西地区につきましては小中学校であるとか、それから商業施設、それから医療福祉、また公営住宅ということで、いわゆるその人が住む場所ということで整備を進めております。東地区につきましては河川防災施設、それからメモリアル公園、あちらに見えます水産加工団地、第1部の6社につきましても操業開始しておりまして、1部の3社についてもこの夏に操業開始の予定となっております。はい、全体で150名ほどの雇用が生まれるということで、復興のシンボルということで非常に期待をしているところです。小中学校ですね。小中学校につきまして、今小学校はですね、内陸部の小学校を間借りして授業を受けています。中学校については仮設校舎を建てて、小中一貫校で、今回小中一貫校ということで宮城県でも初めてになります。小中一貫校舎がなかなかないですからね。そうですね、特色ある魅力ある学校作りをすることで、あと市内1円からですね、学校を撤廃して、自治行政と呼びたいです。来年の3月、高校住宅はこれからだ、はい、そうですね、全体で売上と下松田という地区を合わせて715戸、売上についてはは523戸なんですが、29年度末で約7割の整備、もう第3期の分まで申し込みが始まっておりまして、はい、なんとか30年の12月までですね、公営住宅というか生活体験を進めたいというふうに思っています。いずれ31年度中に復興のハード面については整備を完了することで、とにかくなんとかようやくゴールが見えてきたというような状況です。なんとか着実に進めていきたいと思っています。という方も、はい、勉強しても、次はお願いします。よろしくお願いいたします。こちらですね、ここに見えるのが第1期の集合住宅140戸になるんですが、その そこまで5メートルで重ねている、手前ですね、白く見えるのが計算です。これですね、はい、そうです、これが河川防、それから川町づくり事業ということで、この名取川の堤防の側帯を活用した町づくりということで、水辺空間の町づくりを決めておりまして、こちらが、ね、そうですね、はい、こ
このにぎわい拠点ということで、約30店舗が出店の予定になっていまして、この7月にまちづくり協議会が設立される予定になっています。いわゆるその居住区域に近いところでこういうにぎわい拠点ができるということで、非常に期待をしているところです。また経済運河を活用して仙台空港まで結ぶ、経済運河から仙台空港まで結ぶその水上交通も考えておりまして、いわゆるその空港まで一体、空港まで一体的に整備をすることで、船着き場も整備したいということで、そうしたことで空港の民営化ともなんかこうつながっていけたらなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。マイク、あちら人が一見えないんですけど、入り上げの朝市がその向こう側に見えるんですね。その朝市は朝市ですね。朝市も震災前よりもお客さんが増えてまして、それ前でしたっけ？前だった。土曜日、日曜日、日曜日にね、はい、本当に堤防については国の方でいち早く整備していただいて、本当に人が町に住むにあたって知ったと思います。まあそうですね、はい、安心感出ますよね。はい、あ、そうですね、はい、これが築地 7.2 メートルで、手前に見えるのが月曜にあるんですけれども、ちょっと堤防の景色になります。本当に今何人もないですけども、本当に5000人の町があったわけなんで、これからだんだんこの各地に来ていくわけじゃ、こちらの方も、あ、ここも住民であって、ここは居住エリアですか。ここに来たら、ここにあれがあって、あ、その間は居住エリア。そうですね、あちらの5メートル差し上げしているところまでが居住エリアです。5までのね。はい。はい、ただここはもう本当に空港にも近いですし、石黒先生含めてインターも作っていただいているので、非常にアクセスがいいということで、産業層としては非常に可能性があるんじゃないかなと思います。水産加工団地もですね、福島の方から、相馬から2社、あと、浪江町から2社来ていただいているんですが、ただ将来ですね、ここで成功して、なんとか戻りたいというのは強い思いでやっていただいてますので、こちらに来てこのままではないというか、そこだけは申し上げておきたいと思います。いや、まあこっちはこっちでいいんじゃないですか。金融拡大ですから。ここで成功して戻る、意識を飾るということです。あれも結構大きな水産加工場ですね。一丸さんは結構大きい。一丸さんもともとあったんですか？ではなくて一丸さんが、一丸さんが福島から。私の家内の実家がちょうどあの辺にあって、あ、そうですか。もともとそうですね、被災者の方まだ一日も早く復興させたいと思います。あそこに第1期の公営住宅140戸が今年の7月です。公営住宅が雰囲気ですかね。はい、はい、雰囲気が良かったですか。そうですね、今年の7月に決めれば、まあ、あとはバスとかいろんな交通のことを考えてですね。あそこは今年の7月、あれが7月ですね。はい、右側に見える、あそこは40個なんですが、あれが第2期になるんですけど、あれも12月までにですね。なので、まあ、今、整備率でいうと 20% になるんですが、29年度中に7割に持っていきたいと思います。はい。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回の視察は、今村前復興大臣が辞任してから初めての被災地視察となり、被災地の方々の信頼回復という点でも重要な視察になったかと思います、はいはい、その点も踏まえて今回の視察の感想と今後の復興への決意をお聞かせください、はい、東日本大震災からの復興は安倍政権発足以来の最重要課題であります。未だに多くの方々がさまざまな困難に直面している中、一日たりとも停滞は許されません。
今回の私にとって34回目の被災地訪問、吉野復興大臣とともに行いました。現場主義を徹底していく、そして被災地の皆さんの心に寄り添っていく、この方針のもとにしっかりと一つ一つ結果を出していくことで信頼を回復していきたいと考えています。今日は南三陸の新しくなった三三商店街、そして女川の浜テラス、元気な笑顔に再開することができました。地域の皆様の情熱と努力によって新しい拠点が生まれ、そして新しい人の流れが生まれています。着実に復興が前進していることを実感できて嬉しく思っています。そしてまた東松島におきましては、高台に新たに開校した宮の森小学校を訪れました。木材をふんだんに使った大変ぬくもりのある校舎、まさに森の学校だなと思いました。素晴らしい環境で学ぶ子どもたちは被災地の希望であり未来だろうと思います。大震災において、あまたの尊い命が失われました。そして多くの方々が大切な人、そして愛する人を失いました。今回改めて石巻で、そしてこの閖上で黙祷を捧げました。そうした方々の思いをしっかりと受け止めながら、住まいの復興、なりわいの復興、心のケア、被災地の復興に向けて全力で取り組んでいく決意を新たにいたしました。東北の復興なくして日本の再生なし、この考え方のもと、安倍政権一丸となって復興に取り組んでまいります。